さん、明けましておめでとうございます。じゃあ春物の、今から使えるコーディネートということで、ニットだとやっぱり今春アウターって袖がすごくすっきり細く作られてるんで、ニットパーカーしちゃうとちょっと形が崩れちゃうななんていう方も多いと思うんで、僕がおすすめするのは、インナーベスト。ここ数年ですごく多く出ている形だと思うんですけれども、インナーベストであれば、まあ胴回りは暖かく保てますので、まあこういった寒い時期でも春アウターに合わせてもらうことで暖かくてもらえますし、気になるシルエット、袖回りなんかもすっきりした状態で着れるので、インナーベストを合わせていただけると、これから春アウターすぐ使ってもらえると思います。冬物を混ぜた、まあ、ミックスした春物とあのコーディネートなんですけど、もうアウター以外全部変えちゃって、春のインナーを、あ、春のアウターをインナー使いにするような形で今回着てる、これなんかも、まあ、もう多分一月ぐらい経てばこれで全然外出れると思うんですけど、その上にただこうアウター羽織るだけっていう、なんかラウンジリザードの服ってこうどんなシーズンでもどんなこう組み合わせでもハマりやすいっていうのがやっぱりブランドの売りの一つでもあるんで、それをまあ本当そのまま、なんか逆に言えばラウンジリザードをメインで着てる服なんかは同期さってうまく着れちゃうのはいいところですね。はい、まあブーツを貼る合わせるなると、まあ正直好きな人はもうシーズン関係なく測れると思うんですけど、まあそれだとちょっと重くなるっていう人には、まあ、ちょっとパンツの色を、まあ、軽めの色というか、まああんまり明るすぎるとちょっとこうはとくにとっつきづらいと思うんで、まあ、カーキぐらいだったりとかベージュぐらいで合わせるだけでも結構春らしさというか冬っぽさなくなるんじゃないかな。